第20節、まもなく折り返し点の J2 です。今日の大分と福岡の九州ダービーは見どころがありすぎる注目のゲームです。九州ダービー、しかも現在2位と4位の対戦、土曜日のナイトゲーム、たくさんのサポーターがこの大銀ドームに詰めかけています。ムードが高まってきています。そして今宮坂に花束が贈られています。前々節の愛媛戦、 J1、J2 通算200試合出場を達成いたしました。では大分のスターメンご覧いただいています。ゴールキーパー高木、3バック前節に続き右に丸谷入ります。中央に鈴木、左に戸根、ボランチは今日宮坂と小手川の組み合わせをチョイスしました片野坂監督。ウィングバック右に松本、左に星、3トップ藤本、馬場、国部です。さあそれではアビスパ福岡のスターティングメンバーです。今日は3バックで来るのではという予想です。ゴールキーパーは囲い、3バック篠原、岩下、実藤、ダブルボランチに鈴木と枝村です。右にユインス、左に平尾、ドゥドゥのワントップに石津、森本と予想しましたが、試合が始まってから小林さんと見ていきたいと思います。はい、鈴木純が収めて平尾、さあここはボールを3人で奪うか、いや平尾がなんとかも取り戻しました。しかしここは素早く馬場のシュート、左足いいですよね。今松本の切り返しというところで守備のスイッチが入りましたので、ここでボールを奪って馬場の左足、石津、ドゥドゥに戻る、ここは大分ボールを奪う、国部がスペースに藤本を狙います。ここをぐっとスピードを上げていく松本麗、藤本がボールをキープする、さあここに馬場、馬場がボールを受ける、松本麗に出して松本右足クロスボール、素晴らしい、あ決まった、藤本が入りました。素晴らしいゴールですね。藤本2試合連続ゴール。やっぱり一番初めにボールを引き出したのは藤本なんですね。そこから流れを作ってゴール前で、まあ、素晴らしいプレーですね。松本麗に渡ったところ、ここにスッと藤本が入ります。松本のラインが深いですからね。ファーに背の高い鈴木、ニアに鈴木が入ってきた。さあミドル、どうだ、ポスト、素晴らしい。最後小手川だったでしょうか。そうですね、こぼれてきたボール、小手川が狙いました。ちょっとアウトにかけてるんで落ちますよね。ここをもっと近づいてでも受けると違うんですけど、距離が遠いんですよね。さあ石津の前にボールが出ます。返しているのは小手川、森本にボールが出る、振り向いてシュート、さあ入っていった。最後シュートは実藤でしょうか。そうですね、実藤ですね、森本実藤ですね。森本が反転してシュート、そのブロックこぼれたところを実藤がシュートを放っています。さあ落としたところ中に入っていくシュート、サイドネット、平尾が力強い突破を見せました。さあ中に入っていく、これは高木、ドゥドゥが合わせました。合ってますよね、気をつけないとあれです。もう少し競らなくちゃいけないですね、大分はね、ドゥドゥに対して。岩下から鈴木純、お、さあボールは大分に出る、お、逆が見えるか、藤本左足、来ましたか、逆サイド、中央に13番の木戸、岩下はファーサイド、上野も篠原もファーサイド、高木、
ュートだ、うん、最後高木触ったか、ありましたね。今日は高木非常にいい反応を見せています。そうですね、もう一個ありましたからね。最後このこぼれ、さあ三平がボールを収めました。松本レイ、三平、松本レイに出す、さあクロスボールを上げる、さあ星野シュート、ヘディング、しかしここは囲いが抑えます。よく逆サイドからね、星が入ってましたけどね。岩下はどうする。そうですね、石津、そのボールをカットした松本レイ、松本レイがドリブル、ドリブルで上がる、中を見る、後ろ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 、ここで時間を使ってタイムアップ、大分1点を守りきりました。